しい欲しい、どうなん。ロボパパ、今日は一軒家丸ごと使ってかくれんぼをゲーム、イエーイ。というわけでね、まあ、家全部使ってかくれんぼをしようと思うんですけども、最後まで見つからなかった方にお母さんからもうすごい素敵なプレゼントあげようかな。マジで、うん、鬼鬼になる。プレゼントもらわれへんで、ね、だってプレゼントしようかった。めっちゃ良かったと思う。いいかもしれんね。何か分からへん。なりたいとなったらええわ。あ、な、じゃあ渡るくん代わりでいきましょうか。うん、はい、じゃあ、まあ、パパもだから、あのプレゼントをもらう権利を、うん、隠れたんやろ。渡るがでも鬼やから、渡るくんちゃんとあのちゃんとカメラ持たなあかんで。これ撮ってよ。それで。ちゃんと撮ります。期待しとうね。じゃあ、渡るはトイレに隠れて。トイレに隠れて数えてください。1分測って1分経ったら探しに行ってください。はい。用意。カウントしてます。7、6、5、4、3、2、1。もう一回行きたいと思います。電気をちょっと消して。ダンボールのこの家の中にいると見せかけてそこにあったんだ。わあ、これやれ、それともこれ。もうそれで一番下や。一番下です。見つかってもんだ。一番下に。誰か早かった。うん。僕の予想はこのところだと思う。無理やな。無理でね。うん、どこかな。バチバチ言うとや。何よ、あれのお母さん最後最後のお母さん。やったー、プレゼント怖。いやでも、いや、お母さんのこれ、お母さんからお母さんにプレゼントしてもしゃあないから、うん、もう一回勝負しよう。あ、いいです。オッケー。誰が鬼になる。これ。はい、俺。いや、渡るは今やったから。うわー、笑ってしまう。じゃあ、どうしよう、お母さんが鬼になるか。ほんなお母さんがお母さんにプレゼントしようがないか。え、でも、うん、じゃあ、1分な。スタート。絶対に見つけてやる。はい、10秒切りました。よし、あれ音鳴らなかったな。あ、バイバイにしとった。はい、じゃあ行きたいと思います。
行くよ。お、キャンディー発見。なんかここ膨らんだっけ。ちゃうか。同じようにお母さんと同じとこに隠れた可能性があるよ。もしもし、いないか。どこや。いない。なんか今物音がしたような気がする。ここか。盛り上がってなんすか。見つけた。一番。え？一番最初に見つけた。見つけた。イエーイ。あとお父さんだけや。さあ、三つ探しに行くね。どんどんだけ。ロボポップハウスにはいませんね。おっとぉ。何これ何これ何これ。わー、最終的にね、プレゼントはロボパパに決定しました。マジで。マジで。やったー。いやだって泣いそうで。イエーイ。俺がプレゼント欲しい。欲しい。どうなん。そうか、それはかわいそうに。お父さん。お父さんが最後にやります。次、勝った人にもあげる。お、やった。オッケー。行くで、じゃあお父さん下行くで。じゃあ、スタート。暇やな。2分です、今回は。さあ、どこから行こっかな。音に耳を澄ます。予想言います。みんな上にいると思います。ロボママはロボパパハウスかな、ダンボールハウス。タケルちゃんはその近く。ワタルは多分いつも寝てる部屋のどっか。お、来た。じゃあ行きます。下には誰もいないと思いますよ。違うな。いないですね。あの辺も違いますね。上行きます。お、ドアが開いてる。開けっぱなしな。やめてよ。いやもうオール曲がっとうから。ヤッホーとか言わない。ヤッホーとか言わない。一回出たと思った。
あ、ほんまにおると思った。だってさ、一回さ、ガチャンって言ってさ、うん、次ガチャンやなって言わへん。よし、じゃあ次はトイレだ。ん？誰もいない。よし、じゃああとは上だな。俺もほんまに二人がどこに隠れてるか分かれへんからさ。お邪魔しまーす。あれ、これなんかドア開いてる。あれ、あれおらへんやん。まさかお父さんと同じこの段ボールハウスの裏とか隠れてないかな。そんなバカなことせえへんと。おらへん。マジでこの部屋そんな隠れるとこないんやけどな。違うな、おらへんな。一回やってみた。ようこそマイホームへ。一回開けてみたらや、一回開けてみんでええわ。たけるやな、とはじゃあ、こっちか。開けてわた。うん、あれおらへんぞ。たけるがおらへん。たけるがおらへん。一番下、一番下か、じゃあ渡り一番下行ってきて。いや、ここは一回開けてみた。こんな裏におらへん、さっき見たんや、お父さん。そうだ、一回開けてみよう。ちょっと不自然に開いとったからな。ちょ、裏におるかな。見てみよう、見てみよう。え、タケちゃん、え、このおー、おった、すごいやん。こんなとこおった。いや、お父さん、てっきりさ、お母さんが、あ、バイバイ。お母さんが、手前におったからさ、もしかして、その奥かなと思っとったね。タケちゃん、こっちおったん。タケちゃん、大成功やん、一番やん。ロボマ以外のあの2人ね、たけるちゃんとロボマに最高の、もうこの世にこれ以上に大体わかるで、お父さんあるのかというものを、ものではないんじゃん。もの、ものというものやろ。嬉しいプレゼント、多分な、お父さんわかるで、たけるプレゼントだよ。これがプレゼントお母さんからの愛がプレゼントだよ。ほら、やだ言うとね、ほら、どうするんこれ。じゃあ、お父さんからの大好きよりのもっといいのある？何？ベイブレードか。物を言うか。え、タケルちゃん、どこ行くん？タケルちゃん、お母さんよりもベイブレードの方が、レゴの方がええんか。あ、気持ち悪い。うんやって。しょうがない、お父さんがしたろ。ほら。なん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 、おかしいやろ、やり方がよ。何が。やり方おかしいやろ。ほら、息子や、息子や、息子。これでお母さんは。ちょっとだけでしょ、お母さんからの大好きはいらんの。いらんねんて。いらんの。ベイブレードが欲しかった。ベイブレードは欲しかった。勝手に勝手にベイブレードは物や思うわな、そら。何を飲みせかい、物っていうか、そ、そういうもの、形のあるものや。形のないもの。形あるものが欲しかったんや。形ないけど、この世で一番最高のプレゼント。うん、でも今は形あるものが欲しい気分だったんや。たけちゃん、教えたる。おもちゃよりお母さんの大好きな方がとってもすごいプレゼントなのね。はい。この方が少し
ロットゲームズもチャンネル登録してね。バイバーイ。わたるはお母さんの大好きな絵やんの。何や、何や、ノーコメントかい。大好きです。バイバイ。美味しい。